とにかく選挙に落ちるなんて簡単ですから、支持率上げることに比べたら下げるなんていつもの川島さんの調子でいいわけですから。とりあえずデマ載せたブログ上げてます。え、覚醒剤とかやってないけど。あ、はい、行きましょう。ネット上でまとめられてるんだけど。なんだこれ。これは悪質だよ。なんでこんなデマ書くかな。ふざけんなよ。当選したいんだよ私は。大体女で当選なんだよ。当選に。私川島由美、この度衆院選に立候補する決意をいたしました。この今の時代、各々の信頼を取り戻す。君たち秘書があのバカちゃんと操作してくれないと。すいません。うまくいくものもいかんだろう。申し訳ない。事なかれ主義の議員秘書が新たにつく候補は、世間知らずのど素人二世候補。クルーの皆さんもね、一緒に当選目指して頑張りましょう。ちょっと欧米感あったね。今度決起集会やりますので、よかったら。私選挙権ないですけど。個別訪問って違法じゃ。静かに。もっとちゃんとしなさいよ。やる気あるんですけどね、分かってないんですよね。気になることがあったら何でも言って。今の振る舞いではただの不愉快な素人に見えてしまうので。はい。あとですね、やる気があるのはいいが、やり方を履き違えている。相槌が適当すぎて話を聞いていないのがバレてる。スマホのカバーダサすぎ、変えた方がいい。これはこれは言い過ぎですよ。改善を要求します。まあよく言いますよね、ああいう吐き出し方しかできない人。この草が違う。それはダメです。疲れた。決戦は日曜日。日本の政治は終わってる。選挙に落ちたらいい。